よいしょー、お疲れ様です先輩。お疲れ。いやー、今日も仕上がってますね。まあまあ。っていうか先輩ってちょっと声に特徴があるんで、なんかアニメのモノマネとかできそうですよね。そんなことないよ。けど何のモノマネだできるかな。あははは、おいた山田だぞ。あははは。おー、ちびまる子ちゃんのキャラっすか。僕は卑怯者なんかじゃないよ。おー、藤木くんや。藤木くんは卑怯者せ。おー、長澤くん。花輪くん。右輪さん。おい、お前ら何の話してんだよ。おー、浜地すごいじゃないですか。桜、お前からもなんか言えよ。まるちゃん、私は知らないよ。お、似てへんのかい。お疲れ様です、先輩。いやー、先輩ってあれですよね、アニメめちゃくちゃ好きなんですよね。まあな。へえ。サザエさんとかもう少し筋トレの話入れたら面白くなるんやけどな。いやいやいや、サザエさんで筋トレの話おかしいでしょう。おかしくないです。いや、タラちゃんやらんでええねん。イクラちゃん、え、今日は腕の日ですか。言うか。よいしょー、ラスト1回。よっしゃー、お疲れ様でした先輩。お疲れ。いや、今日も仕上がってますね。まあな。いや先輩、もうトレーニングなどはちょっと腹減ってきましたね。ほんまやな。はい。今日は暑いし、はい、うどん屋さんで冷やしうどんでも食べたいな。うん。ジャジャーン。ちょ先輩、今ちょっと愚痴をみたいな声になってましたよ。愚痴を。いやいや、愚痴を知ってるでしょ先輩。知ってるでしょ。そのコメントとかでも結構愚痴に似てるとか言われてましたやん。似てませんよ。いやいやいや、それそういうとこ愚痴っぽいんですよ、めっちゃ。いや、ほんま知らへんよ。ほんますか。うん。YouTube で人気の小学生のキャラクターっすよ。僕が小学生に見えるってか。いや、絶対知ってるやろ。よいしょー、ラスト。よいしょー、お疲れ様です、先輩。いや、いいトレーニングできましたね。まあな。いや、先輩は今日も背は低いけど声は高いっすね。おい、バカにすな。あ、すいません。いや、先輩、そんな声高かったらワンピースのピーカに似てるとか言われないですか。ピーカ？ピーカ、はい。僕全然知らへんわ。いや、知ってるでしょ。いや、知らへんよ。なんで知らへんねん。その声でピーカ知らへんっておかしいやろ。アホやな、この人。アホやと？あ、すいません。生き埋めだ。貴様を石の中に。いや、知っとるやないか。